こんにちは、Pです。ハリーポッター魔法の覚醒。今回の動画は試練ですね。修練の試練。リューエンディウムの花の守護です。こちらメインキャラなんですけど、今回はね、レジェントのカードだから、ガチャで出なかったんですけど、赤ちゃん、ウェニーズ、ファイヤーボール、シュ、サークルのトレードで2個トレードして、今、レベル11までなりました。サブキャラとでトレードしたの。で、デッキがですね、基本的にはね、ベラトリックスだから、メテオとピクシーでエスイーター発動させながら、基本的には赤ちゃんを出して、バグのとメテオで追撃かな。はい。で、常連が傘出すと思うんですよね。あのタイミングで高速カード、インフラータスとか、エクスペリアマームス、ちょっと噛んじゃった。を使うことによってダメージアップします。そこをね、気をつけながら攻撃していく感じです。バクのが結構やっぱりダメージ出ますよね。あとメテオもそうですね。はい。今4まで来ました。はい。行ってみますね。今ね、まだ3のアケラを入手できてないから。A true villain will not hesitate to use all weapons at their disposal. You must prepare for the worst. The enchanted umbrella is rather handy. メテオロジンクス。ピクシー。タイムターナー。ドラゴンスフレーム。インフラータス。オパグノ。ピクシー。The enchanted umbrella is rather handy. 本当に時間の無駄人。最高。Good, but don't relax just yet. Meteoro Jinx, 気をつけて。最高。タイムターナー。Deadly. With that.
Our burning keeps the rain and dragon's flame at bay, but deadly. I'm impressed, but don't stop now. Keep pushing, and you'll find there's no limit to what you can accomplish. ボススキルの説明です。少年がね、後方に移動して何か喋りますよね。傘を刺して攻撃を防ぐような動作します。あのタイミングにインフラタスとかエクスペリアームスを使うことによって中断させて一定時間の非ダメージが上昇するみたいです。あのタイミングにうまくね、赤ちゃんと、はい、オバグノとか呪文をね、うまく重ねられるとダメージがね、一気にいきますよね。うん、デスイーターも出てくれるといいですよね。なかなかね、まだまだタイミングつかめないんですけど、頑張って、はい、攻略していきたいと思います。はい、じゃあまたです。バイバーイ。